紅白、スノーマンに熱烈オファー話の NHK で放送、被害者申告者1000人の犯罪者、ジャニーの実像の波紋。10月20日夜9時から放送されるドキュメンタリー番組、NHK スペシャル。旧ジャニーズをめぐる衝撃的な内容に、多くの芸能関係者も注目している。昨年9月から NHK は、ジャニー北川氏、去年87のかつての所属タレントへの加害問題を重く受け止め、 ジャニーズ事務所、ゲンスマイルアップ及び、受け皿となる新会社スタートエンターテイメントとの新規取引を停止していた。1年1ヶ月続いた取引停止だったが、NHK は今年10月16日に行われた定例会見でスタート者との取引再開を発表。23年末は、旧ジャニーズ税が締め出されていた、NHK 紅白歌合戦への出演解禁もなるとみられている。紅白、サイドは特に、 人気ナンバーワングループ、スノーマンの出場を熱望しているレコード会社関係者と言われる中、20日夜の NHK スペシャルが取り上げる内容とは、同放送の副題は、ジャニー北川アイドル帝国の実像。ジャニー氏と、姉で晩年は事務所の名誉会長だった、メリー北川こと藤島メリー安子氏、去年93の生まれてから亡くなるまでを、当事者を知る人の肉声のみでまとめたドキュメンタリーになっているそうです。 ジャニー氏の加害行為や、それをメリー氏が隠蔽してきた実態、ジャニーズの影響力で沈黙を続けたメディアの実態も深掘りされるといいます。これまで、ジャニー氏の加害問題を追求してきたチームによって制作された非常に踏み込んだ内容であること、スタート者との取引再開を発表するタイミングでの放送であることから、NHK 局内でも物議となり、相当揉めたと聞こえてきていますね。ワイドショー関係者。発表のタイミングも手伝い。 旧ジャニーズのタレントを起用するにあたってのけじめだろうか NHK と旧ジャニーズ事務所間の関係もきちんと検証していてほしい NHK での旧ジャニーズタレント解禁のための干渉目的ではなく、踏み込んだ内容を放送されることを期待します。本事件においては、マスメディアの今までのあり方が問われており、 決して他人事ではないことを胸に刻んでいただきたいです。こんな番組作っといて視聴率のために紅白に出させたいの。いいよ、そのまま NG 出しといてよ。ジャニー氏の所業は決して許されることではないが、賛否両論の声が X にも多く寄せられている。